湯浅町は和歌山県有田郡にある町である。醤油発祥の地として知られている。湯浅町は紀伊半島西部の海が陸に深く入り込んだ入り江の奥に位置している。この入り江には広川が流れ込んでおり湯浅広志港は天然の良港として古来より物流の中心地として栄えてきた。気候は黒潮の影響で温暖にして柑橘類を産しており。 かつてはこの地で採れた柑橘類をそのまま湯浅の港へ運び各地に輸送していた。リアス式海岸で海岸線は入り組み海岸にはいくつかの海水浴場もある。山としては有田市との境にそびえる平見山、町の東側にある山岳地帯の三本松峰や地蔵峰、広川町との境にある高城山が挙げられ、川としては広川などが挙げられる。 隣接する広川町とは、市街地が連続しており、2015年の湯浅町、役場移転前は、両町の役場同士は 1km 程度の距離であった。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、7.68%減の12,200人であり、増減率は、県内30市町村中21位。 人口密度は586.82人平方キロメートルであり、県内30市町村中4位。平安時代末期から南北朝時代にかけては、湯浅層を根拠地とする湯浅宗主ら湯浅塔が、紀の国全体にわたって活躍した。また、湯浅は古来より熊野街道の宿駅として栄えており、紀州藩の荒田大官所や明治。 大正期の有田軍役所が置かれてからは、有田地方の中心地の一つとしても賑わいを見せるようになった。現在も有田市、有田軍を管轄する、有田振興局が湯浅に置かれている。定数、10、そのうち1人が女性で、議員の10%が女性。1995年の統計より、漁業、農業が盛んである。奇襲藩の保護を受けて醸造業が発達した醤油は、 日本で有名。温暖な気候を利用して、柑橘類の栽培も行われている。湯浅町に本部を置く企業を郵便局には、ゆうちょ銀行の ATM が設置され、湯浅郵便局では、ホリデーサービスを実施6月現在。湯浅町内の郵便番号は、643から 00XX となっている。湯浅駅町内には、西日本旅客。町内にあるのは、 湯浅駅のみであるが、中心部に近く、一部の特急列車の停車駅となっている。湯浅北町通り新泉寺、湯浅大宮明国神社礼大祭の投御。ありがとうございます。